こんにちは、モノモースです。今日は、私たちの心に残る作品を数多く生み出した漫画家、鳥山明さんが救世されたという悲しいニュースについて話していきたいと思います。まずは、ニュースの概要から、鳥山明さんは、ドラゴンボール、やドクター、スランプ、など、世界的に愛される作品を生み出してきました。しかし、2024年3月1日、救世項目かけ死のため68歳の若さでこの世を去りました。ファンや関係者への突然の報告となり、葬儀は禁止者のみで行われたそうです。私はここで今日、 強調したたたいのののはささんの作品が私たちに与えた影響の大きさですドラゴンボールはただのアニメや漫画ではなく多くの人に夢や希望、勇気を与えました。世界中のファンに愛され多くのクリエイターに影響を与えたことは計り知れません。コメントにもあるように、俺の人生の大半はドラゴンボールだったな、と言えるほど人々の心に深く根付いた作品を生み出した鳥山明さん。しかし突然の訃報に接し多くのファンが残念な思いをしています。秋にはドラゴンボール d i m むが光 いてていいいいるなどままだまだ新しししし作品を楽しみにしていた方々も多いでしょうここで、反論というか、悲しみの声を理解しながらも私たちができることは、鳥山明さんが残した作品をこれからも大切にすることだと思います。悲しむことも大事ですが、その作品を通じて鳥山明さんの思いを未来に伝えていくことも私たちにできることの一つです。結論として、鳥山明さんの銃世は私たちにとって計り知れない損失です。しかし、彼の作り上げた数々の作品は永遠に私たちの心に残りつつ 今日はここまでですが鳥山明さんの作品がこれからも多くの人々に愛され続けることを心から願っています。ありがとうございました